明治時代は1868年から1912年までの期間を指します。この時代には明治天皇が即位し、日本は大きな変革を遂げました。以下に明治時代の流れをいくつか挙げてみます。政治の変革。明治維新により徳川幕府が崩壊し、新しい政治体制が整備されました。明治政府は欧米諸国の政治制度を参考にしながら中央集権的な政治を進め、行政や立法の改革を実施しました。また民権派の要求を受けて憲法制定の準備が進められ、1889年には日本国憲法が発布されました。社会の変革。明治時代には農民や商人など様々な階層の人々が自由な経済活動を行うことができるようになりました。また教育制度の整備や近代的な法制度の導入も行われ、社会の近代化が進められました。技術の導入。明治政府は欧米諸国から技術や文化を取り入れ、日本の近代化を進めました。鉄道や道路などのインフラ整備が進み、工業製品の生産が増加しました。また欧米式の服装や生活様式も広がり、近代的な文化が日本に根付いていきました。外交政策。明治時代には欧米列強との関係改善やアジア諸国との交流を目指す外交政策が進められました。1871年には日米修好通商条約が締結され、日本とアメリカの関係が改善しました。また1895年には日清戦争に勝利し、清国から台湾と澎湖諸島を獲得し、日本の領土拡大につながりました。明治時代が始まった背景には江戸時代後期に起こった幕末の動乱があります。当時の幕府は西洋列強による圧力によって閉鎖的な政策をとり、国内でも尊王攘夷運動が盛んになっていました。これに対し明治政府は欧米諸国の先進的な技術や文化を取り入れ、近代国家への道を進むことを決定しました。明治政府は政治、経済、社会、文化の各分野での改革を進めました。政治面では幕府時代の藩士や大名を廃止し、代わって県や市町村制度が導入されました。また明治政府は欧米諸国の政治制度を参考にしながら中央集権的な政治を進め、行政や立法の改革を実施しました。さらに民権派の要求を受けて1889年には日本国憲法が発布されました。経済面では明治政府は欧米諸国の技術や資本を取り入れ、産業の発展を促しました。特に日本の近代化に最も貢献したのは鉄道や通信、電力、繊維などの産業でした。明治政府はこれらの産業の発展を通じて国力の向上を図りました。社会面では明治政府は教育制度の整備や近代的な法制度の導入も行い、社会の近代化が進められました。教育の普及により多くの人々が学校に通うようになり、高校や大学に進学する人々も増えました。また法制度の整備によって個人の自由や権利が保障されるようになり、社会の発展が促進されました。文化面では明治政府は欧米式の服装や生活様式も広がり、近代的な文化が日本に根付いていきました。また近代的な文学や美術、音楽、演劇なども発展し、多様な文化が生まれました。